おはようございます。朝ごはんはまだ食べてない。私はずっとコンサートの髪型を何にしようかなって考えて、何がいいかな。文化祭っぽい髪の毛。何にしよう。悩み中です。おはようございます。みんな、ね、迷うよね。どうしようかな。 おはようございます。今日はコンサートのリハーサルがあります。あ、ちなみに昨日まつげパーマをママにやってもらったんですけど、全然上がらなかった。 なんかまあちょっと上がったけど、って感じ。やっぱちょっと市販に売ってるやつはダメですね。ちゃんとお店でやってもらいましょう。でももうそろそろまつげパーマ行かないとね。まつげがもうだだ下がりで、しかもなんか昨日なんかまぶたにのりみたいなのを塗って、なんかまぶたのりみたいなのがめっちゃついちゃって、まだちょっとベタベタする、ここら辺。 昨日さ、寝る時さ、なんか暑くてさ、クーラーつけたんですよ。そう、クーラーをちょっと3時間だけつけようと思ってクーラーつけて寝たら、めっちゃ喉痛い今。めっちゃ喉痛い。なんでだろうね、クーラーつけたら喉痛くなるのって。だってさ、風向もさ、直接こっちにさ、やってないんだよ。なんだろう。乾燥しちゃうからね。博多の氷でご飯食べた。ありがとうございます。
水分をなくして温度を下げるのがクーラーの除湿。除湿とかにすればよかったかな。今一緒のカメラのセッティングをしています。花さんコンサートで、ぜひメンバーたくさん撮ってね。あ、じゃあ一緒にしたら乾燥しちゃう？あれ？わかんない。カメコを一回本格的にやってみたいね。私もね、やってみたいんよ、一回カメコさん。何千枚も撮ってさ、いいやつをね。コンサートは昼1回、夜3回から見てます。ありがとうございます。6000枚くらいってすごいね。やばいじゃん。すご。6000枚。私は6000枚も取れるかな。その中から使えるの150枚くらい。やば。ありがとうございます。修学旅行相当撮りました、写真。相当撮りました。もうやばい、修学旅行の写真が一番やばいです。もうね、やばい。結構ヤバめの。枚数を取りました。なんかいろんなところでさ、取らないといけないからさ、いっぱい取りましたよ。お仕事行ってらっしゃい。めっちゃまぶたベタベタする。まぶたベタベタする。もうすぐショールーム2年じゃないですか。花火してる写真可愛かったでしょ。花火してる写真いっぱい撮りました。もうすぐ2周年なので、
あのアバターをね考えてたんですよ。2周年目のアバター、ショールームの。そう、焼き目が欲しい。2周年目のアバターを考えてたんですよ。そうで、もう昨日完成して、もうマネージャーさんに提出したので、そう、みんなのアバターが変わります。めっちゃ可愛いよ。みんな絶対ペアバターつけてくださいね。今回もどこかにペが入ってるんで探してください。去年言っちゃったの懐かしい。確かに去年言ったもんね。なんてペアバターって言って。でも結構目立つくないですか、このペのアバター。みんな変えずにつけてね。他のメンバー行くときは変えちゃうだろうけど。そう、エメラルドグリーンになると思いきや、このピンク色になる、赤ピンク。そう、今回のアバターもみんな楽しみにしていてください。ウィンナーパッケージにもペイコちゃんが、そうなんですよ、ウィンナーパッケージはこうやって目がペになってるやつと、胸元にペがついてる2種類の私のイラストがあるので、ぜひ見てね。おはーい、おはようございます。めっちゃ光が、ちょっと見て、修学旅行のパンフレットあった。中身はまだ中身って見せちゃう。私ね、実行委員、なんか修学旅行って実行委員があって、本当に修学旅行って感じで実行委員がメンバーの中でいるんですよ。でも私は実行委員じゃなかったんですけど、このパンフレット作りに協力させていただいて、私もこの中、私が書いたやつがこの中に入ってるんですよ。そう、だから見てほしいけど見せれません。そう、マネージャーさんとかの名前も書いてるから。
しれません。そう、実行委員じゃないけど、なんかしおり作成になんか手伝ってほしいって言われて、私も書いたんですよ、しおり一緒に。そう、見せたい。めっちゃ可愛いんですよ。私これ結構4時間くらいかけて書いて、そう頑張ったんですよ4時間ぐらい本当にかけて、書いて、マジで力作です。マジで力作のページがあるんだけど、ちなみにお部屋割り、お部屋割りのページを担当しました。おはようございます。明日の配信は早朝です。うん、朝早くから配信しますね。頑張って起きる。ココペイラストなど絵の才能あるよね。私全然ないですよ。絵は昔は上手かったんですよ。でもそっから成長してないから昔のまま。いや、5時、いや、どうだろうね。5時、まあ5時、5時は全、何時くらいだろう。5時過ぎくらいですかね。もう見れるファンの方、見てください、ぜひ。私はコンサート来てほしくないけど、コッペ来てほしくない日は、私の来てほしくない日、卒業式卒業式は来てほしくないですね、絶対に。やだやだ、卒業式。そう、卒業式嫌です。やっぱ卒業いやーくせ中学校の卒業式ってさ、やっぱ泣くよね。みんな泣いた？みんな泣きました？小学校でも号泣したんだからさ、やばいよね。私と57分でって。じゃあランキング読みます。13位にしけんさん、ありがとうございます。12位ちんあなごさん、ありがとうございます。11位まえごのごさん、ありがとうございます。10位コオロギさん、ありがとうございます。キムハマロさん、ありがとうございます。8位博多なるなるさん、ありがとうございます。7位近くさん、ありがとうございます。6位かおりぺさん、ありがとうございます。5位むこはんまんさん、ありがとうございます。2位ポテチーさん、ありがとうございます。3位 MJ ジュニアさん、ありがとうございます。2位タオンさかなさん、ありがとうございます。1位まいのくんでした。ありがとうございました。では
今日も一日頑張りましょう。今日は金曜日。いってらっしゃい。いってきます。平日ラスト頑張りましょう。